ジョン・ボイド・ダンロップは、スコットランドの発明家。ダンロップ・ラバー株式会社の設立者。ダンロップは、スエアーシャーのドレグ・ホーンで農家の息子として生まれた。彼は、エディンバラ獣医大学を卒業し、10年近くの間を、エディンバラで獣医師として働いた後、北アイルランドのベルファストに転居する。しかし、アイルランドへの馬車の旅は、 木製および固形ゴムの車輪のため乗り心地が悪く不快なものであった。この体験がダンロップに乗り心地の良い空気入りのタイヤの発明を決意させる。ダンロップは息子の三輪車で空気入りのチューブ式タイヤの実験を行った。1887年に彼は空気入りタイヤの特許を取得したが同様の特許は1845年にもう一人の スコットランド人、ロバート・ウィリアム・トムソンによって申請されていた。彼は、翌年、世界初の実用的な空気入りタイヤを開発した。彼の発明は交通輸送に大きな貢献を果たした。彼は、ダンロップ・ラバー株式会社を設立したが、トムソンとの法廷闘争を戦うこととなった。ダンロップは、自らの発明からそれほどの利益を得ることはなかった。 トムソンの1845年の発明にもかかわらず、ダンロップが現代のゴムタイヤ発明を称賛されている。ダンロップは1921年にダブリンで死去した。2005年、自動車電動入り。北アイルランドのポンド紙幣発行権を持つ銀行の一つ、ノーザン銀行が発行する10ポンド紙幣に肖像が使用されている。ありがとうございます。